いらっしゃいませお待ちしておりましたええ他のお客様はいらっしゃらないんですはいえいえ大丈夫ですこの後のご来店予定もありませんからごゆっくりご利用いただければとはい、いえいえ全然大丈夫ですよ 今日は少ないんで。これ、お茶です。よろしければ施術の前にお召し上がりください。いい香りがするでしょう。あなたのために特別にお入れしたものですから。あ、い,いえ、なんでもありません。僕、お茶が好きで割とこだわる方なんです。それじゃ。 カットから入りますねじゃあ始めますねしかし本当にいいんですかあんなに大切に伸ばしていたのに体がこわばってる緊張しますよね新しい自分になる やっと笑ってくれた。<laughs> いやね、僕の勘違いかもしれないけど、なんだか浮かない顔に見えたから。これで僕も安心して生まれ変わらせてあげることができます。<laughs> そんなにおかしいかな。僕、新しいあなたに会える一番の人になれるのが嬉しいんだよ。 僕も少し辛いから。君はもうちゃんと決めているみたいで、本当によかった。<laughs> お客様、眠たいですかいいんですよ。そのまま眠ってしまわれても。 本当に可愛らしい方だ。僕ね、うとうとしてる君の髪を切るの、すごく好きなんだ。ゆら、ゆらって。少し頭が揺れて、急にピクって、目を大きく見開くの。その瞬間の顔と言ったら。<laughs> ごめんねでも本当、あまりにも可愛いからあれこんなに深くもだれかかっちゃってそんなに眠くなっちゃったそれとも体がうまく動かないのかな 小さい手少し冷えてる。温めてあげなくちゃ。大丈夫だよ。体が温まるように、マッサージしてあげるだけだから。柔らかい肌。耳まで冷たくなってる。 弱いよね。この間来てくれた時も思った。施術中に軽く体がびくって跳ねて、僕の方がドキドキしちゃったよ。話すと元気な感じなんだけど、施術されてる時のおとなしい君は、なんか色っぽくて。僕、 ずっと君のことが気になってたんだ。入りたての慣れない頃の君の担当になってから、気がついたら君が来る日を楽しみに思うようになってた。僕はおしゃべりな方じゃないけど、君はこんな僕にも気を使って話してくれたでしょう。君と話す時間は、僕にとって癒しをもらえる時間だった。本当はもっと、 君のことを知りたかったけど、僕にはそんな勇気はなくて、気がついたら君への気持ちばかりが膨らんでいって、怖くなった。そんな時だったんだ。君から入ったいつもと違うオーダーに嫌な予感を覚えた。君は冒険するのが苦手な性格なの、僕はよく知ってたから。 直感的に思ったんだ。特別な誰かに会う予定なんだなって。こんな感情があるのかって疑うくらい、嫉妬心に駆られたよ。そんなもの、抱ける立場にもないのにね。そして僕は、賭けをしたんだ。もし、 君が心から幸せになれたんだって思えるようになったら僕はこの店を離れて君のことを忘れようと思っていたんだでももしそうじゃなかったらもう君に誰のものにもなってほしくないどうせ君が僕のことを好きになる日なんて来るはずがないからそれなら 二度と誰のものにもならないように、君のことを奪ってしまおうと思うんだ。こんなに近くにいても、決して自分のものにはならなかったのに。ああこれからはいつでも触れられるんだね。僕のことを嫌いになってもいい。 憎んでもいい。ただ、ずっとそばにいてさえくれれば、僕は、永遠に君のことを、愛するよ。